ウィンドワード諸島の位置。ウィンドワード諸島はカリブ海のショーアンティル諸島南部に連なる小規模な島々を指す。北はリーワード諸島につながり、南には南アメリカ大陸がある。リーワードとウィンドワード英語のウィンドワードとは風上を意味し、ウィンドワード諸島は風上の島々にあたる。大英語は風下を意味するリーワードであり、これに対応した。 リーワード諸島とタイになっている。ウィンドワード諸島は、この海域で東から西へと吹く、貿易風の風上側に当たることから命名された。ギニア湾沿岸を発して、南北アメリカ大陸、西インド諸島へ向かう、奴隷交易船は、最初に、西インド諸島と南端のこれらの島々と出会うこととなった。大西洋を渡る、最も早いルートを提供したのは、 海流と貿易風であり、小船が到着する付近を大まかな境として、ウィンドワード諸島、リーワード諸島の名が付けられた。ドイツ語、イタリア語、スペイン語、フランス語、オランダ語、ポルトガル語などのヨーロッパ諸言語においても、昭アンキル諸島について、風上の島々、風下の島々と二分して呼ぶ名称がある。しかし、英語と英語以外の諸言語では、風上の島々、 風下の島々の故障が指す範囲が異なるので注意が必要である。もともと英語で、風上の島々と呼ばれた島々のうちの西南部、南米大陸沖合に東西に連なる島々は、英語以外の言語で、風下の島々と呼ばれた。これらの島々は、風下を英語でリーワードと訳し、リーワードアンティル諸島と呼ばれている。なお、英称。 D ワード諸島に含まれるシントマールテン島を拠点とする航空会社はウィンドワードアイランズ航空を称している。シントマールン島は英語以外の言語で風上の島々に入るためである。以下の島々が北から南へほぼ一列に並んでいる。上記の倒列の東に以下の島々が北から並ぶ。D ワード諸島には6つの独立国がある。 北部のグアドループ島やドミニカ島については、ウィンドワード諸島に含まず、リーワード諸島に含む場合もある。また、バルバドスとトリニダードトバゴは、地理的なウィンドワード諸島の凍列から外れるものの、しばしば関連付けられる。ありがとうございます。